今日の県内は低気圧や寒気の影響でぐずついた天気となりました。午後にはぐっと気温が下がり、冬の寒さとなりました。日本海にある低気圧や寒気の影響で今日の県内は朝からぐずついた天気となりました。今日の最低気温は小松で 6.9 度、白山河内で 5.4 度と今シーズンで最低となったほか、すべての地点で10度を下回りました。午後5時現在の気温は金沢で 9.4 度、輪島で 8.3 度など冬の寒さとなりました。このため金沢駅前でもダウンコートや厚手のコートを羽織って足早に歩く人の姿が多く見られました。明日はさらに冬型が強まる見込みで、朝の最低気温は金沢で6度、輪島で9度と予想されていて、金沢では12月上旬並みの寒さとなりそうです。